わけ朝がやってきました。昨晩人狼に襲撃されたのはハラちゃんです。それでは議論開始してください。どうぞ。おはようございます。これね、激ヤバ？やばいね。やばい。ハラちゃんの城先もわからないままだから。だって、あ、ムラムラ人狼狂人ネズミ。そう。ただ、あやかちゃん、私、まつりちゃんの中にハラちゃんの城先昨日いなかったと思ってる。城先でも怪しめて言ってるから。いや、でも人狼がいる可能性ある。可能性あるって言ったから。うん、まあ、でも、あるとしたら、あるとしたら、ミカミンが城先の可能性はあるかなって思ってて、怪しむって言ってて、その後にあげたのがあんなミカミンだったから、可能性はあるけど、ちょっと正直わかんないから、もうあんまり当てにしない方がいいかなって思ってる。当てにしない方がいいけど、潜伏シーンいますとかない？ないね。どうしようか。どうしようか。今日これ1、2、3、4、5、今日人狼釣ったらネズミが釣る。やっぱ今日もネズミ狙います。今日もネズミか。ネズミだけど、ネズミだけど、ネズミだけど。そっか、それ大丈夫か。わかんないね、これ。ネズミ一本釣りです。大丈夫だね、大丈夫だね。いやー、難しい。難しい。人狼の要素から出した方がいいのか。人狼をっぽい人を省いて、わかんないね。でも、なんか難しいのがさ、その人狼っぽい人省いた場合さ、結果村人かネズミだからさ、それで村人に当たるのが怖いなって思って。村人を、ただの村人出すのが一番いいんだけど、ただの村人。あの、要素ね。人々の。私、言おうと思っちゃった。なんだろうな、投票とかでしか現れないんだろうね。あやかちゃんね、村っぽいって私が昨日思ったのは、私が例えば狂人ってこんなことしてんじゃないとか、人狼ってこんなことしてんじゃないって時に、あ、そうかな、あやか逆だと思うけどなっていう感じがめちゃめちゃ考察してる村人だと思ったから、一番村人っぽい。狂人どうするかなってずっと考えてて、私は逆かなと思ったんだけど。あ、なるほどね。そう、でもそれはちょっとこの中だと一番アックが考察してるように見えるなっていう印象。一応昨日の投票洗ってみてもいい？私に入れたのがアンナと、あれ1票じゃない？1票だね。私の時点で私、アンナ、ハラちゃんが残ってて、あ、2票か。で、全員1票だったからね。で、あ、で、アンナがそれでミカミンに見えたのか。1票目は誰？鳥ちゃん？鳥かな？鳥ちゃんかな。うんうんうん。でね、アンナに入れた人、私に入れた人が狂人っぽくなさそうじゃない？私、人狼かもって思う。いやー、それは僕から1票目だし、微妙だね。そうか、1票目。鳥ちゃんがってことだよね。うん。悪化がアンナの2票目、アンナの1票目が誰？あ、私だ。アンナの1票目は何票目ね？私、悪化の1票目。私、鳥ちゃんの1票目。なんか私の段階では、ハラちゃんが決めるのが一番いいかなと思ったから、ハラちゃんの選択肢増やしたくて、1票のうちを増やしたかったからアッカに1票使って、あ、そう、増やしたから。そう、だからそれは結構私村要素にとっていて、なんか広がっちゃったけど、でもあんまりなんかそれでまたさらに広げるのも、なんかハラちゃん一人に負担を負わせすぎるかなって思ったし、アンナが票を持ってたからアンナに入れたので、それも自然だね。アンナに入れた。みんな自然すぎる。みんないい、いいと思う。あやかちゃんの投票をちょっと考えたいかも。なんか鳥ちゃんって多分釣れない位置だったと思うから。鳥の話は結構悩んでる。鳥を見るの前やってたよ。マジ？ちょっとネズミあるかなって思ってたよ。私は鳥ちゃんのその議論中に考えていた、その作戦のものを考えてたっていうことで、あんま入れないでくれと思っていい感じ。あやかが人狼だったら、鳥ちゃんがネズミっぽく見えてて、鳥ちゃんがあやかの家に行くって言ってるんだから、あやかが人狼だったら鳥ちゃん殺さないわ。鳥ちゃんが来たら、サメいなくなるんだから。だからあやかちゃん人狼はない。鳥ちゃんがネズミだから。というか、ネズミが確かにそういう議論できるよね。で、ネズミ投票してるんだから、どこに一番人狼っぽくないわ。行きたいかとかで、なんかないかな。私、なんだろうね。今日ネズミね。今日ネズミだとに。今日ネズミ。でもそのなんか、その話が、ネズミでまつりちゃんが出てくると思わないから、まつりちゃんのネズミも消したい。感じ、今のところね。え、ラティカンジュリアです。どうかに映ってください。いや、自分、だって村人2人しかいなくて、自分以外に村人誰かを拾わなきゃいけないってなった時に、結局私拾えたのって、最後の最後、ライカちゃんに変わったんだよね。まつりちゃんがでもちょっとあるとしたら狂人、なんか人狼が低いように感じてしまって、鳥ちゃんが一番ネズミあるように感じてしまったから、鳥ちゃんに投票します。わかりました。投票します。アッカが人間だと思っていて、私はネズミだったら、アッカさん家に昨日行ってます。でもネズミじゃないから行ってない
死んでないんで。ちょっとこれね、ずっと考えてたんだけど、なんかうまくいくかなと思って、例えば私だったら彩香さんの家に行くでしょ。でも死んでないから、私は村人で彩香さんも多分人狼じゃないとか、そういう話にならないかなと思ったんだけど、ちょっとね、まとまりませんでした。この議論中にアッカが人間だと思ってる考察が一番伸びていると思っているから、三上さんに投票します。はい、ごめん、鳥ちゃんに投票します。今の思考が、私はネズミに見えちゃった。だって自分が村人だとしたら、彩香さんの家に行く、彩香ちゃんが人狼じゃないから私死ななかったでしょ。彩香ちゃん人狼でも自分村人だったら死なないからね。なんかその思考がネズミで出てきてるように感じちゃった。村人だったらごめん。はい、投票します。私は分かんないんだけど、トータル的に見てね、彩香ちゃんが人狼かもしれないって結果的には思い始めているので、そこを軸に考えてネズミの可能性のある鳥ちゃんに投票します。はい、決まりました。鳥ちゃんに投票します。今の三上の発言は、私が人狼という推理なのであれば鳥ちゃんはネズミにならないっていう議論を松井ちゃんがしてくれていて、多分そっちの方が私はしっくりきていたのでちょっと分からなかったのと、鳥ちゃんが最後に言った発言、投票時に言った発言が、ネズミとしてなんか違う考察をこう伸ばしているように見えてしまったから今日は投票します。それでは本日転校となるのは鳥ちゃんです。お別れの言葉をどうぞ。はい、本当に人間なんですけど、考えてたのは、例えば狼側は今日狐を着てネズミを釣りたいわけで、みんながどこかに行きたい、昨日どこかに行った、家に行ったっていう話をしたら実際に来てないわけだから、なんかいろいろなんか狼は分かってネズミに漂流道をしてくれるんじゃないかなとか考えていたんだけど、あんまり伝わりませんでした。彩香さんの家に行きたかったんですけど村人でした。以上です。それではトリちゃんが転校して恐ろしい夜がやってきます。皆さんおやすみなさい。恐ろしい夜が明け、朝がやってきました。人狼と人間の勝ちが同数でやりました。人狼の勝利です。私は、結構ね、鳥ちゃんかミカミンにネズミがいるって考察してて、なので、ミカミンは噛めない、ミカミン噛んだらいないから、まつりちゃんかアッカのどちらかを噛みたいって考察してて、村の民意的にアッカの方が人間らしいって言われてた感じがしたから、まつりちゃんのうちに行くかなと思って、まつりちゃんを噛んだんですよ。大正解だった。私はですね、実は初日にアッカの家にお邪魔してたので行けなかった、もう行けなくて、できなかったので、そうで、どっちかなって思ったんだけど、最後まで票を持って、もうどっちみちなんかあれだなと思って、でもどちらかというと狂人っぽいかもって最終的に彩香ちゃんのこと思ったからお邪魔したら、私のうちに来たら、そうダメでしたね。どっちみちだったら、すごい面白いですね。面白かった。すごい悩んだよ。本当に連泊したかったね。連泊したかったね。そうだよね。もう絶対もう嫌と思って連泊。というわけで人狼人の勝利でした。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。バイバーイ。